はい、皆さんご無沙汰しております。旅そのチャンネルの旅その本人です。今回は、名古屋近辺の単線区間を複線化した方がいいと思うことについてね、話していきます。まず1回目としては、JR 関西本線ですね、の、まあ、単線化されちゃってる単線の区間であります。どこだっけな。名古屋から弥富。もう一つ。もう何箇所かあるんですよね。で、次はもう2箇所目。2箇所目は桑名から朝日。3箇所目は、富田から、富田浜行き。4箇所目は、四日市から新四日市。この区間についての複線化をした方がいいんじゃないかということでございます。そういうことですね。で、同区間には並行して、JR 線に並行する感じに近鉄があります。近鉄名古屋本、名古屋線というのがありまして、それが大体名鉄の、まあ、名鉄、失礼しました。近鉄名古屋から、まあ、こんな感じにね、伊勢中川というところまで、津を越えて伊勢中川ですね。多分このあたりかな、このあたりだと思うんですけど、ここらに伊勢中川っていうのがあるんです。あ、ここか。ここですね。ここも結んでる路線がね、並行してあるんですね。関西線で。まあ途中、そんな感じですね。まあルートはね、若干違ったりします。ちょっと近鉄が海側走ってたりとかね、区間によっては内陸走ってたりとか、JR が対照的に内陸走ってる区間が多かったりとかね、そういうのはありますけど、まあここのね、並行してる近鉄線は、全線複線なんですね。近鉄名古屋本線って結構ね、てか近鉄の路線大体複線じゃない？3分の2ぐらいは複線化されてるんで、で、主要幹線ではありますからね、名古屋線っていうのは、やっぱり複線化されてまして、全線ね。で、まあ、いわゆる、複線化されてますから、普通に対向列車があっても、走行中にね、交換できますから、まあ、普通に車のね、対向車線ですよ。対向車線があるもんですから、やっぱりそういう運行しやすい感じでございます。それに対してね、単線のこのね、関西線、単線だらけなんですよ。一部複線化されてます。こういうね、塗られてないところは複線化されてます。今回はね。で、特に、名古屋近辺で移動が多いのは、対三重、対名古屋ですね。その近辺で動きが多いと思うのは、四日市市。確か三重県で最大の人口都市があったかな。四日市とか。まあ、もっと南に津っていうね、県庁所在地がありますが、津とかね。先に松阪とかありますが、とりあえず津、松阪については、こっちはいいかなと言うと、とりあえず、ここまではやんなくてもいいかと思うんですけど、とりあえず四日市近辺から、この辺から、名古屋ですよね。名古屋のこの区間までの間、単線区間ばっかりですね。これちょっとまずいと言われてましたし、快速列車はあるんですよ、この区間、実はね。快速列車の何パターン、快速含め特急もあるのかな、この区間。結構多いんですよ。特急列車は、特急何期。これはね、名古屋と、三重を越えまして、和歌山県の新宮や、この那智勝浦のここら辺まで行くんですよね。確か、紀伊勝浦駅を結ぶ特急なんですよ。まあ、一部新宮行きというちょっと手前の和歌山県に入ってすぐね、終点になる列車もあります。あと二つ目で、快速には二種類あるんですね。快速に二種類っていうのはよくわかりづらいんですが、まず一つ目は快速に名前がついている快速三重号ですね。これ快速三重号っていうのは、ここから名古屋から、四日市を通って鈴勝、松阪から、滝ってところから三宮線というのに入りまして、伊勢市や鳥羽ですね。伊勢神宮方面とか、鳥羽とかの方行く列車ですね。鳥羽の水族館とかあるところの方面に向かう列車です。この快速三重号というのが一つ。で、二つ目は、ただの快速です。ただの快速は多分行き先は結構多いと思うんですが、まあ大体名古屋から亀山っていう、ここのね、ところを結ぶ列車があります。で、この名古屋亀山間っていうのがあります。まあ、どんぐらいこの区間乗ってるかちょっとわかんないんですけど、あるよねって感じです。で、まあ、あと、もう一つは普通列車。普通列車は普通にね、亀山とかね、どっか四日市とかね、まで行く列車ですね。基本最大遠くても普通は亀山までかな。電車なんで、多分最大亀山までしか行きません。一緒って、まあ、そういう感じです。で、でも快速とか特急、まあ、特急はちょっとわかんないですけど、まあ、特急本数少ないんで、何期号って多分1日5往復あったかなぐらいですから、5往復もなかったんじゃないかな。そんな本数多くないんで、5はあったかな。なんか7ぐらいあるのかな。ちょっとわかんないんですけど、とりあえず本数はちょこちょこある感じで、あと大体他快速三重、快速普通かなだと思います。快速三重もどのぐらい本数出してるかちょっとわかんないんですけど、でもとりあえずあるんですが、快速列車なのに、通過駅なんだけど、
止まるっていうね、現象あるんですね。ちょっと話、ここが今回の話に重要なんですが、まあ、快速があるというか、快速行ったことはそういうことなんですよ。実はね、こんな名古屋の近辺で早速ね、停車駅ないんですよ。確かどっかだったかな。弥富だったかな。次弥富ぐらいだったかな。ちょ、あんまりよくわかんないんですけど、なんかそもそも、ま、快速通過の駅である八田だったかな。この辺の駅にね、春田かな。春田だったかな。ここ確か快速通過駅なんですけど、なぜか快速列車が止まって、ドア開けないんだよね。快速なのに、なんか、うん、なんかドア開けないっていう現象が起きてるらしいんです。あ、ここ通過駅なのに、ドア開けないって。で、なんか停車してるっていう。で、けど、通過駅だからドア開けないっていうね。なんかややこしい現象が起きてるんですね。これ理由としては簡単です。交換待ちです。この区間、単線区間ばっかりなんですよ。で、なんでか名古屋近辺にあるんですよ。なんでこんなとこにあるんだよって感じで、おいって感じで、思ってます。私は一応言うと、関西本線一度も乗ったことないんですけど、いろんな人がね、なんで関西本線単線ばっかなのと言われちゃうんですよ。確か見てて、ああ、そうだねっていう感じで、航空写真見てて思いましたよ。なんでここ単線なのと、まあ、多分、需要が少ないと思ったんでしょう。全然違うんですよね。名古屋と対四日市って相当需要はあるはずです。四日市にはコンビナートが大量にいます。まあ、ここに働く人もいます。で、まあ、それ大体住んでるのは名古屋市内とかいう方もいると思います。それに対して、ね、四日市から名古屋に出勤する方だっています。三重県もこの辺りは、まあ、津ぐらいかな、津松阪ぐらいまで、よくて伊勢かな、この辺ぐらいまで、東海県ですから、東海地方と言われます。ここから越えるとちょっと違うんですけど、多分ね。紀伊東海地方で名古屋に出勤する方が多いです。特に四日市、津あたりは多いです。ですから、ここ本数多い、人通りの交通が多いはずです。まあ、一応ね、二つ選択肢あって、近鉄と JR。二択あるんですけど、近鉄は全線複線化されてるんでいいんですけど、JR ね、単線というね、ちょっと何言ってんだかわかんないという感じです。なんならこの区間、貨物列車まで走行してますからね。確か機動車だったはずです。機動車のなんか、覚えてないんですけど、DF200 だっけ、レッドモンキーだっけ、ちょっと忘れましたけど、それが走ってるぐらい、貨物の需要もあるんですよ。こっち四日市のコンビナート、確か塩浜っていうところにあるんですけど、塩浜まで向かう列車とかも設定されてるんで、本数多いんですよ。なのに単線というのはね、ちょっと、いかがな問題かなと思います。並行して近鉄ですと、貨物はないんですが、特急、急行、準急あったかな、準急普通って感じで、特急でも結構本数、毎時、多分、3本くらい出してんじゃないかな。2、3本走ってるはずなんで、結構本数多い区間なんで、だいたい名古屋から大阪に向かう特急と、名古屋から、伊勢志摩に向かう特急、この2択かなと思いますが、結構本数あるんで、伊勢志摩方面に向かう、ね、特急もあるんで、結構本数多いから、もともと不戦化されてますが、こっちも、まあ、言うたら本数多いんで、需要高いはずです。もう近鉄が本数多いってことは、JR もある程度同じぐらい、需要が多いのかもしれませんから、正直複雑化した方がいいよねと思います。あと名古屋弥富ですと、他にも近鉄や JR 以外に、あと名鉄っていうね、ちょっとね、手段的にはちょっと存在感薄いんですが、名鉄線で名鉄名古屋から塚口っていうところから、塚口から何線だったかな、対馬線っていうのかな、でこっちの対馬っていうところを通って尾西線に入って、弥富に行けるルートもあります。まあ、あんまり使われてないらしいコースなんですけど、まあ、一応ね、設定もされてます。あと、ちょっとね、一気に、名古屋から、弥富に向かう列車ってそんなにないらしいんですけど、てか、ないのかな。でも、一応ね、あるんで、まあ、そういうコースもある。まあ、要は、競合が多いんですよ。競合他社が多いんで、なぜここ単線なのかという、超不思議です。ここの名古屋近辺。あと、ここらも、正直言うと、多分、ネックです。結構ね、ネックなんで、ここらも伏線化してほしいということです。それに対して、なんでこっちの神山のこの辺にはないのか。ここは実は単線なんですよね。河原田から先は実はもうずっとここから神山駅。まあ、ここから先は JR が変わります。会社が西日本になるんですけど、こっちはね。こっちは同じ会社なんですけどね。JR 東海ってなるんですけど、ちょっと神山で会社変わるんですけど、なんでこっちは伏線化にしないのかというと、ね、こっちはね、実はこっち特急と快速三重号は走ってないんですよ。ここ走ってるのは普通の快速と普通列車のみなんで、わざわざそっちはいいかなと思ってます。でも河原田より、ここの河原田から北は特急、快速三重、快速普通、こんな本数はあるんですよ。なんだ、途中から貨物が大量に走るようなエリアもありますから、それ考えますと、やはり、伏線化は、
必須なのかなと思います。あとちょっと一部ね、伊勢鉄道線もね、ちょっと選択肢もしかすると出てくるかもしれません。またちょいあの大今ね作ったのはこれ伏線化すべきところは伏線化すべきしかできてないんですよ。伏線化とあと伏線化でも JR と大手だけで、大手施設だけで、他の中小はちょうどあるのか分かんないんですけど、順応って、まあ、順応ってなかったかな、ないかな。あ、でも、中小施設と多分、第三セクターまだやってないんで、必要じゃねって思う区間はあると、後々出てくると思うんで、もしかすると、この2までの間、伊勢鉄道線にもあるかもしれません。正直、ある可能性が高いかなと思ってますけど、途中、鈴鹿という街も通りますから、途中ね、必要のあるところはあります。確かね、部分的に伏線で部分的に単線だったはずです。伊勢鉄道線は。非電化の部分的伏線、部分的単線みたいな、そんな感じの路線でした。ですのでね、正直言うと、もしかすると、ここらの区間にも伏線化すべき区間はあるのかなと、私は思います。ちょっとね、わかんないんですけど。まあ、見ないとね、わかんないんですが。でも、私としては、一応、関西線については、もう必要な区間はこの4箇所であろうと思います。距離にしたら何キロだろう。四日市、新四日市が 3.1 キロ。富田と富田浜が 1.3 キロ。桑名、朝日が 4.4。名古屋、弥富がね、16キロ。あ、トータル、25キロぐらい。ちょっと、ね、あんま25、26キロぐらいあるんですけど、そこら伏線化すれば、もしダイヤ遅れた際とか、あと快速列車なのに、交換待ちで停車されると、通過駅なのにね、交換待ちで停車されるというね、珍現象とかもう多分起きないと思うんですよ。さすがに起きません。快速が優先されるんでね。まあ、そういうことも考えますと、やはり、早急に伏線化はすべきではないのか、私は思います。今回はね、ちょっと JR 関西本線の伏線化すべき区間ということで、ね、話していきました。もしかすると今後、もう他にも伏線化すべき区間があるかもしれません。てか、あります。まあ、この地図見ていただくとわかると思うんですが、こんなにあるんですよ。私はね、これが必要じゃねえかと思ってます。今までね、言ったところもありますが、まだ言ってない区間の方が多いんで、今後ともね、話していこうかなと思います。今回はね、この辺といたします。まだチャンネル登録やメンバーシップはまだね、登録者が少ないです。何卒登録してください。メンバーシップの方ですと、早めにね、まあ、この動画がもしかすると、多分12月の6日ぐらいに投稿されてると思いますが、まあ、11月中にも見られます。多分ね、投稿されてるのは11月ぐらいにはもう投稿されてるんで、ちゃんとした公開が12月の6日であるんですが、メンバーシップの方はその前にもね、見られるということになっております。何卒はそういうことでね、早めに動画を見たいという方もいると思いますから、何卒メンバーシップ、登録もよろしくお願いいたします。13分程度の動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。